皆さんこんにちは、朝です。今日はいつもとは違ったシチュエーションからお送りしているんですが、ここは私の活動の拠点としています、もともと地元の北海道札幌市からお送りしております。今年は例年に比べてまだ雪が少ないということで、お正月を過ぎてもまだそんなに雪は積もってないんですけれども、まあ、でも公園でそり遊びができるくらいには積もっているということで、昨日もね、気温としてはマイナス11度まで下がっててめちゃくちゃ寒くてですね、今もかなりの寒さなんですけれども、今日はここから撮っていこうと思います。で、私のチャンネルでは普段お仕事でもあって趣味でもある旅というところから、旅といったら動画だったりとか写真だったりとかもたくさんね撮ると思うんですけれども、そういったための役に立てるような情報だとか、そこから派生してこうね、いろいろとシェアしていきたいなと思っております。で、今日はですね、その旅 Vlog には必要不可欠なカメラについてシェアしていこうと思います。私先日ですね、カメラを2台購入しまして、まず1台目が今撮ってる α7-3 ですね。これはまたちょっとおよい動画またシェアできたらいいなと思ってるんですけれども、こちらを購入しました。で、今日紹介していくのはそちらではなく、こちらです。こちらもソニーですね。 RX100-5A というコンデジです。そうで、今まで私結構旅とかもそうだし、動画撮る時って、まあ、一眼ミラーレスで撮ってて、結構画質とかのボケ感っていうのもすごく一眼の写り方好きだったので、もう一眼以外考えられないみたいなところがあったんですけれども、ちょっとね、旅中やっぱりこう移動も多いですし、ね、歩いていくところもたくさんあるので、一眼レフで撮影していく、でスタビライザーも結構いつもつけてるのですごく重くって、夜とかねちょっと疲れてくるとホテルに1回戻ったら一眼置いて出かけちゃうみたいなことが結構あって、でそういう時に限って、あ、ここ撮りたかったみたいなところがすごく多かったんですよ。それから旅の Vlog って結構自撮りしてこうね説明していくみたいなシーンって結構あると思うんですけれども、私の動画すごいそういうシーンが少ないんですよ。なぜかというと一眼レフが重くてなかなか自撮りしたくない、重いんですよね本当に。それでそういうシーンが少なくって、どうしてもで後から編集する時に、あ、もうちょっとこういうところちゃんと撮って説明したらよかったみたいなのがすごく多かったんですよね。で、それを解決する機材として今回ソニーの RX100-5A ですね、というものを購入しました。で、なぜコンデジの中でもこちらにしたかというと、まず私が YouTube で動画上げていこうって思ったきっかけになったのが、動画クリエイターの大川祐介さんっていう方いらっしゃるんですけども、その方の動画を見て本当に感動して、私もこうね、仕事で旅行くこと多いし、こういう風に動画作りたいなと思って始めたんですよね。で、その大川さんがソニーの RX シリーズを本当に Vlog におすすめしていて、でもう間違いないなということでこちら購入したんですけども、まあ、ソニーの RX100 シリーズの中でも今一番新しいのだと RX107 ですねっていうのがあって、そちらの方が新しいんですけれども、何が違うかっていうと、この 5A よりも遠くを大きく映すことができるっていうメリットがあるのと、マイク端子がついているのでしっかり音が取れるっていうメリットがあるんですけれども、なぜ私がじゃあ 5A っていうね1個前のを選んだかっていうと、まずこのレンズ望遠は7ほどできないんですけれども、レンズが明るいんですよ。 F 値が 24mm の時 1.8 なんですよ。結構やっぱり旅中って暗い場所多かったりするんですよ。で、7は 2.8 始まりなんですよね、 F 値が。ってことは F 値として 1.0 差があって、それの分だけ7の方がちょっと暗いレンズになるので、やっぱりね、その明るさっていうのを重視してこちらにしました。あとはこれマイク端子がないんですけど、内蔵マイクで本当に十分音がしっかり取れるので、逆になんかこう7でマイクつけて
を Vlog するって方がコンパクトさで言うとね、やっぱパッて出してパッと、ね、撮れるのはこのスタイルかなっていうところで、今回ね 5A を選んだんですけど、すごく気に入ってます。ということで、これでねどんな風な映像が撮れるかっていうのを、昨日息子と夜ですねデートに行きまして、まあご飯なんですけど撮ってきたので、そちらを参考に見ていただければなと思います。その中での動画画像なんですけれども、ピクチャープロファイルっていうのを使って設定してて、シネ2っていうので撮ってます。で、私この α7 III もピクチャープロファイルで、それはシネ4で撮ってるんですけども、こっちにもそうだし、この α7 III もそうなんですけど、 S ログっていうログ撮影ができるんですよね。で、ログ撮影本当に条件が合った時とか、めちゃくちゃこうカラーグレーディングした時にめちゃくちゃ綺麗に、綺麗な絵ができるんですけれども、そのね条件がすごく難しくて、 ND フィルターつけたりとか、あの設定をね変えたりとか本当に大変なので、ちょっと難しいなというところで一旦断念してシネ4っていうので設定をしてます。で、こっちはシネ4がなかったのでシネ2っていうので代用してて、あとの設定は全部一緒にしてます。で、この設定何を見てこうね色とか設定したかっていうと、概要欄に貼っておくんですけれども、海外の YouTuber さんで α7 III を使って、映像作ってる方を検索して、で、その中でも色が自分好みな人、この色綺麗だなっていう人を見つけて、その方の設定を出してくださってたので、それを見て設定しました。で、その方のラットのパックも購入することができたので、そちらも一緒に購入して、カラーグレーディングは私はもう短縮のためにラット当ててるだけなんで、それを購入したので、結構簡単にいい感じにカラーグレーディングはできるようになってます。で、今までのラットで大川さんのラットパックを使っていたんですけれども、私あのティールオレンジっていうのがすごい好きでよく使っていまして、今も結構使うことが多いので、それとその海外の YouTuber さんのをこうシーンに合わせてどっちがねより合うかなっていうところで使い分けたりとかしてるので、ぜひそちらも参考にチェックしてみていただければと思います。ということで、早速動画をご覧ください。今日はこれからしゅうゆくんを迎えに行って、お蕎麦を、しゅうゆの大好きな大好きな、私も北海道で一番大好きなお蕎麦を食べに行きたいと思います。では行ってみよう。チュルチュルお蕎麦食べに行くの、イエーイ、鼻くそじゃないで、イケメンじゃなくなるよ、あ、イケメンじゃなくなるよ、鼻ほじったら、あ、食べに行きます。チュルチュルを食べに行きます。はい、お蕎麦を今からお蕎麦を食べにレッツゴーゴー、着いたよ、行こう。自分で取れる、自分でこっちで取れる、そうだね、うん、しゅうゆ、なんだい、これ食べたらね、はい、ママこれ大好き、うん、これ大好きだよね、ママ何食べる、ママこれだよ、何食べてますか、十字路そばです、はい、oceans hit the shore, you keep me coming back for more, a cool breeze that keeps on flowing, I never felt like this before, my feet can't touch the ground, got my head stuck in the clouds, give me all you got, dancing to the beat, love is all we need, give me all you got.Give me all you got.
いいところなんですけど、今まで私ルミックスの時この液晶がチルトじゃなくてバリアングルだったので、こう横に開くタイプだったんですよね。でマイクとか上につけることが多いので、一眼だとそういう時は横の方が便利なんですけれども、これ上にチルトで上に上がるんですけど、実際こうやって自撮りしてみると横よりも上に上がる方が確認しながら撮る時に目線が自然なので、そのあたりもすごく気に入ってます。こんな感じでポケットからパッて撮ってすぐに撮影できるので、大事なシーンとか逃さずにね、いろいろ Vlog できるんじゃないかなと思っています。やっぱり本当に私このお仕事始める前も旅行とか好きだったんですけど、写真は撮るけど動画って全然撮ってこなかったんですよね。で、動画を撮るようになってからやっぱり全然思い出の残り方とか違うし、シェアできるし、本当に動画っていいなって思っていて、もっとねみんなで気軽に動画を撮って、どんどん思い出をねみんなでシェアできたら嬉しいなっていう風に思ってます。ということで本当に私もこれすごいおすすめなので、ぜひ参考にみんなで旅ライフ、また日常ですねを楽しんでいけたらなと思います。それでは今日の動画はここまでで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。